本が2ヶ月早くできていれば随分中身が変わったんじゃないかと思うんですが、残念なことに、脚本が遅くて随分スタッフに苦労をかけました。それに3月11日に、大震災があったり原発がはじけたり、それはまだ片付いていませんし、その中でこの作りかけの映画が本当に上映できるのかどうかというピンチに僕らも立たされました。それで仕上げと撮影が夜勤体制を組んで計画停電に備えるというふうなことで2週間のロスをしたりですね、いろんなことがありましたが、本当に一時は間に合わないと思った事態をとにかく作り上げることができたのは本当にスタッフの本当の力によると思います。本当に皆さんどうもご苦労様でした。7月からすぐ次の作品に入りますので作中の前に足が伸びるのは絶対あるなんで、はい、それからOKに行くときにもっとカメラのレンズを変えてもっと小さくさっさと行かないと青春もならない、グズ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 去ってって、そういう技術的なミスは監督のミスなのかアニメーターのミスなのかわからないけど極めて初歩的なミスで話にならん、そういうことを改めなきゃダメだ。背景もそう、あっつくりって緩んでる、何年かかって築き上げてきても一瞬にして崩れてしまうのがアニメーションなんだということをよく認識してもらいたいと思います。それでもこの火事場の中で本当によくやったと思います。吉田さんもご苦労様でしたじゃあ撮影の人も紹介しなきゃ。